武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは、同志社大学の、数学、文系の数学の勉強法について話していきたいと思います。こちらですね、基本大問は3題、の構成になっていて、大問、まあ、1つが小問になっているか、3問とも大問の形式になっているか、まあ、それぞれがありますが、基本的な、問題の難易度としてはですね、まあ、どの学部でも基本そうなんですが、問題そのものの解き方はそこまで悩むことはないとは思います。要はその、標準的な、まあ、マーチレベル程度の参考書が一通り終わっていれば、まあ、こうやって解いていけばいいなっていう方針はある程度すぐ立つとは思うんですが、ただ計算がかなりえぐい問題が多いので、実際に正解にたどり着けるかというと、そこで難易度が上がっているという、側面が強いです。なので、基本的な、学習方法としては、マーチレベルまでの参考書を、まあ、まず徹底的にやって、全部の問題の解き方ちゃんと、覚えてですね、解き方がすぐに思いつくようにしておく。で、その上で過去問に、早い段階から入って完答できるようになる計算を結構練習していくことを、重視する必要があります。で、まあ、この練習としては計算用の問題集をやる、もしくは、まあ、高校の過去問で慣れるという形に、なりますが、ただ計算問題集やったとしても、あの一問の問題の中で計算がえぐいっていうのは計算問題集となかなか出てこないので、まあ、基本は過去問のやり込みが、重視になるかとは思います。で、出てくる分野に関してですが、割と A、B の範囲、まあ、確率や数列、ベクトルなどの範囲が、出やすい、傾向にありますが、とはいっても大問の3つの中 のどれかに、まあ、ほぼ間違いなく出てくるだけであって、まあ、それを考えたら大問3つともある程度まんべんなく範囲は出てくるというふうに、考えておいた方がいいかなとは思います。で、まあ、とりあえずその思いつくけど回答を出せないという状況にまずは陥りやすい構成であるという点を、考えると、一番やはり見なきゃいけないのが、頭の中で分かったつもりだったり、答え見て解き方が分かったつもりでも実際に正解できるかどうかということに大きな差があるという点に、注意が必要だということですね。なので、まずここの問題を練習する場合には、ちゃんと最初から最後まで記述で回答して、まあ、途中式も含めてちゃんと書いて、答えまで持ってきて、その答えが当たってるかっていうことですね。ここをしっかり見ていきましょう。なんとなく解けそうだ、の時点で止めといて、いざ解いてみたら、あの解けない、答えが当たらないっていう状況にならないように気をつきましょう。で、まあ、正直本当に時間がなかったら、あの解き方そのものがややこしいわけではないので、マーチの標準までやらなくて、マーチの入門ですね、あの文系の数学、ですね、の、まあ、あの問題の方だけやっておいて、で標準問題成功までは、正直やらなくても、まあ、なんとかなるとは思いますので、ただその分やはり難しい問題に慣れてない分、どうしても計算の力がかなり、足りてない可能性が高いので、そこで浮いた時間を過去問に回して、過去問のやり込み徹底してやって、完答できるように、仕上げていきましょう。解けそうだけど点にならないっていう点が一番、ネックな、入試問題となってますので、点を取れるように、なるまで仕上がったとは見なさないように意識をしてやるように気をつけてください。以上が、同志社大学の文系の数学の勉強法となります。